普通の大自然考えて。大自然考えたときに、まあ。どうも、藤野くろもんです。山本です。ナイスガイスガイです。カムラです。朝からそれ正解、教科書編。まあ普通の朝からそれ正解といえばね、歯から始まる置き物はみたいなお題で自由に書いてもらうんですけど、中学の国数、理、社、英の教科書を用意しました。おお、この科目ならではの単語とかいっぱい書いてあると思うんで、それで答えてもらおうかな。なるほどね。いや、マジか。え、不自由になってない？これ非常に重要なんですけど、じゃんけんで勝った人から教科書を選びます。常にだってこれ厳しいなと思ってるのあるもんな。あるね。いくぞ。最初はグー、じゃんけんぽい、あいこでしょ。さあ、選んじゃおう。ここ行きましょう。あ、文章が載ってるからランダムなワードが入ってる気がする。それずるいね。確かにね。いくぞ。最初はグー、じゃんけんぽい。よっしゃ。やばいやばいやばい。お二方のために残しておこうかな、ここら辺は。最初はグー、じゃんけん、おい！おい！はい、行こうでしょ！あー！はい！パンチのあるワードがいっぱい載ってる方です。そうね。うん、パンチ！おぉ！一回は正解取りに行ける。はいはいはい。ホームランバッターで行く。ヒットいらない。で、余ってるじゃないですか。はい、余ってるね。もう一人いるんですよ。いや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 、できないことはやらせないよね。だから5個あるんです。だから5個あるんですよ。だったらじゃんけんに参加しないとか。勝手に出してないだけでしょ。そうそうそう。出す権利あったんだ。出してないじゃん。英語？英語？どんくらい無理なんだろうね。お題なんですけども、はい、教科書縛って頭文字も縛るときついかなと思ったんで、家業から始まるとか、はいはいはい、とどんなものをそれぞれ引いて即興でやろうかなと。オッケーオッケー。ちょっと今回ね、探すの大変だと思うんで、いつもの2倍の2分間で。みっちか、微妙に優しいのかちょっとわかんないけど。じゃあ山田さんから。いえ、でれん、家業から始まる。でれん、遅いもの。うわ、ああ、よーいスタート。おお、作品禁止ね。作品禁止、うん、作品禁止にしましょう。ガキグゲをダメです。ダメにしよう。ちょっと待って、文字が多い。早いものしかないんですよ。いやー、もうこれしかない。じゃあ誰からいく？一回行かせてください。じゃあ、はい、解の公式。早くね。因数分解した方が早いもんだ、多いよ。でもできるかどうかを判別しないといけないじゃないですか。 x2 乗マイナス 3x プラス2イコール0。あーは、 x マイナス 1x マイナス2だから x イコール 1x イコール2って人にらみじゃん。ところが、2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac だからってなるので遅いですね。意外と納得感はある。ね、この厳しい束縛の中でだいぶよくやったと言います。国語、カレーライスを1から作って。カレーライス作りを通して命と真剣に向き合う本なんだ。命と真剣に向き合うというのはね、ある程度のおっさがないとないと。そういうことでも。ルーで作ったらいいものの1からね。じゃあ、はい、僕歴史だったんですけど、ちょっと歴史という観点で見てください。公害の登場。ああ、遅いな。有史以来で考えると、顕在化したのは20世紀。かなり最近遅いですよね。公害だったら微妙だけど、公害の登場は遅い。そうそうそう。いきますか。はい。はい、私ね。当たり理科は。でも、むずい。だいたい早い。確かに。そんな中見つけました。はい、こちら。答え。答え。分子運動かと思って。そうそうそう。正解正解。考えてくださいよ。気体、液体。早いですよ。答え遅いね。の分子だったらわかるけどね。答えとしか載ってなかったんだよ。ですか。もう遅いと思います。はい。家庭法。何が？何が？遅すぎて過去形になる。I have はコンピューターなんだけど、I wish I had はコンピューターだ。遅すぎ。遅すぎ。あまりに遅いから過去形になってんじゃない？多分。訂正テロップ入れるの君よ。じゃあこれで正解決めよう。はい、正解。誰が決まるんですか？あ、僕が決めますね。はい。家庭法になっちゃう。逆に部屋に決めれますね。正解は、公害の登場に。おまあ、そもそも歴史というものが時間軸に沿って動いてるから、早い遅いという概念がね、ありそう、ありそう。続いてのでいきましょう。は行。
明るいもの。うわなんだ明るいってなんだいきます。はい。はい。はい、これはね、めっちゃ明るいです。火火です。火。太陽、太陽。太陽として乗ってるんです。表面に見られた黒い点は、日が経つにつれてどのように変化してる。違う違う違う。日数の日だから、それ時間の方だよ。バレた。お話していきますか。はい。これはですね、物理的じゃないですよ。やっぱり歴史ですから。うん。こちら。平和条約。暗黒の戦争時代を乗り越えてついに結ばれました調印と昔はマジで暗いものばっか乗ってて、なんかずっと戦争してる戦争してる、うわ暗い話だー、あ終わったと思ってめちゃくちゃ明るかったいきます。やっぱね、国語ね、ドンピシャのが乗ってることがあってね、ずるいですね。春風や闘志抱きて丘に立つ高さまきとしたで明るいんですかこれは。いやもうずっと明るいでしょ。確かにでも昼とか太陽とか言ってないのに明るさ伝わってくる。そう高山キャシがすごい表現力が表現力がすごい。まあでもここで行かしてください。俺がいかに教科書と友達か。いきます。兵庫県神戸市どういうことルミナリエとかやってますけど。暗いよ、だいぶ。どこで乗ってたんですか、それ。学んだことを活用しよう。はい、どの地点から見たのかな。兵庫県神戸市に来ていて、道路 A のある地点から神戸ポートタワーを正面に見て、そこから30度左を見ると神戸市役所が正面に見えました。さて、どこの地点にいるでしょうか。数学の教科書的には、兵庫県神戸市である必要がないところ。数学の教科書に載ってる一番明るいの兵庫県神戸市だから。僕はね、うん、悪くはないですよ。お、フェイシャルエクスプレッション。表情。明るいものもある。明るいものもある。明るいものもある。今回の正解は、春風や当時いなくて丘に立つにしましょう。じゃあ次のお題です。いきます。でで作業。おやりやすそう。いいんじゃない。で始まる。人が集まる場所。やべえ。え場所。場所。なんでこんな物質的なお題なの。うわここだ。これ絶対これだろ。来た。結構自信ありそうな人多いね。そう俺自信ある。全然ない。普通の大自然考えて。大自然考えたときに、まあ、里山山ではなく人がいる方が里山だから確かに人間活動と関わりの深い山だから国語ね、はい、場所がマジで死曰く君子は罰して当然ず精進はこうして忘れずどういう孔子が言いました、はい、徳のある人というのは調和することあっても同調することはない。徳の少ない人は同調するけど調和はしない。孔子が言ったと言葉の意味は分かった。で今人が集まる場所だから人も出てきたけど孔子はね、弟子がいっぱいおるこれ以外発された現場がちょっと僕言っていいですか。人集まりまくりでしかも場所なんです。見てください。三角形の重心場所場所ではあるよ、ね、すぐ集まってくるみんなが。不安定な場所に三角形が置かれていて、その上に人が乗っていたとすると、重心に集まりたくなるかもしれない。いや、この三角形ちゃんと集まんないと、傾いて、落ちるぞみたいな。僕ちゃんと人集まってますよ。ソウルマーチ。潮の更新で。でも集まってる、ね。集まってる。まあ、長いけど。サウザウンズオブピープルって書いてるから。数千人だ。もう僕絶対に圧倒的にそれより人集まってます。嘘。数千人よ。僕が書いてる時はそうだったけど、さらに今もっと人集まってます、これ。隅田川の花火大会。今多分100万人とか来てます。確かにね。ちょっと現代すぎるな。いやでもこれ載ってたのは、江戸の町人文化みたいなので、広重とかの絵画でこういうのが描かれてましたよみたいな感じで、隅田川みたいになってて、でも当時も江戸ってのは世界的に見ても大都市だったわけですから。でも当時も関高勝とかは三角形の地図だった。不審に集まってるかな。帽子に散ってるかもしれない。今回は、隅田川の花火でした。まあね。ガキグゲ5だったら絶対原点で優勝だったんだけどな。いや、つまんないです。いきますよ。た、たちつてとで始まる、太陽で始まる。長いもの。うわー、はい、勝ちです。もう見ずに書きます。絶対これです。
探そう探そう。はい、ありました。長い長い。出したがってる菅井さんからいきます。もうごめんなさいね。いやでしょ、これになります。直線。これね、ずるいよな。これはね、なんか両端が定義してないもんな。線分ではありません。両側が無限に続いております。あ、さそれ奇質で申し訳ございません。地で始まる長いものが一回出たから。これを狙って俺は数学を取ったの。これを狙って。これも無限に近しい。地球の公転軌道。あ、長いね。10億キロ弱ぐらいか。長いわ。実在の中でなかなかこれ超える長さない。あ、じゃあ僕は菅井さんが絶対に直線って書いてくると思ったんで、はい、ユークリッド距離ではやっぱ戦えないだと思ってこちら中世これ長いですよ。時間という新たな次元を導入してますから、直線とかともね、単純に不等式で結べない強さもあります。しかも地球の公転軌道って1年で終わるから。僕も物理上では戦えないんだよ。天にありては願わくは肥沃の鳥となり、地にありては願わくは蓮理の枝となる。肥沃蓮理だ、肥沃蓮理。はい、長いですね。長いか、引用が長いだけです。回答が長いよ、まず。肥沃蓮理っていうのが夫婦の仲がいいことなので、永遠に仲良くしましょうねっていうことがかっこよく書いてある。完全に解釈する、ね。一回見とこうと、英語。はい。みんなすごいね。まぁちょっと違うんだけど、機関車とかってください。はい。トーマス。絶対に違う。オードンのかな。トーマスってあの動力者がトーマスなのであって、後ろはトーマスが牽引してる別の。確かにこれはね、なかなか悩ましいのと、いやいや絶対違うのがありますね。正解は直線でしょう。よーし、ありがとうございます。定義が一番大事だった。等速直線運動とかだったら原理的には無限だ。定義的にその乗ってんじゃない。あ、等速直線なる。本日は教科書朝それやってまいりました。皆さんのご自宅にある家庭科の教科書とかでも参戦できたんじゃないでしょうか。いいのがあったらぜひコメント欄にお願いします。チャンネル登録と高評価もお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。今日の一問はこちら。動画見てくれてありがとう。チャンネル登録、高評価、通知のオンもよろしくお願いします。概要欄に Twitter と LINE アカウントもあるので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。